ホーム西小山駅は東京都品川区小山6丁目にある東急電鉄目黒線の駅である品川区最西,西端の駅である駅番号は MG04 島式ホーム一面二線を有する地下駅改札口は地上1階にある2006年7月2日に森土高架場の一面二線から地下一面二線へと移設された駅は 立合川流域の窪地にあるため、地上駅時代は、駅の前後で勾配ができるのを避ける目的で、既存の線路の路盤を盛り土でかさ上げして設置した。出荷札口は、高架下に設置されていたが、桁下2.75メートルと低かった。地上時代のホームは、目黒との間で折り返し運転を行うため、目黒よりを、切り欠き式として、 y 字上に一両分の折り返し線を設置した。折り返し運転が廃止後も切り欠きは残されていたが、後の4両化により切り欠きはなくなった。ホームは地下2階に相当する。ホーム上には待合室がある。1階改札口からは階段、エスカレーターで地下1階に一旦降りた後、目黒寄りのエスカレーターと日吉寄りの階段にてホームに降りる。エレベーターは 改札奥から地下1階を経てホームまで設置されている。トイレは1階エレベーター脇にあり、多目的トイレも設置する。2008年4月10日に3階建ての駅ビルが完成し、1階が出改札、2階に東急ストア、3階にサイゼリアなどが入店している。また駅ビル完成に合わせ、1階駅改札に隣接していた売店、トークスは閉店し、 駅構内にローソンが出店していたが、2013年1月に閉店した。2013年3月21日、同じ駅構内の場所に文京堂が出店したが、2020年現在はタリーズコーヒーになっている。2020年度の1日平均乗降人員は26,545人である。目黒線内では5位、そのうち急行通過駅では1位である。 また、一部の急行停車駅よりも1日平均乗降人員が多い。近年の1日平均乗降、乗車人員の推移は下記の通り、当駅の西側には品川区と目黒区の区境が走っている。駅の両側に商店街が広がり、その周辺は住宅地となっている。地上線跡は,とは駅ビル、駐輪場の他専属駅との間に品川区が 遊歩道、西小山緑道を整備した。2009年5月、駅前広場が新設され、品川区と目黒区による都市計画道路補助30号線が整備中である。目黒区側においては、木造住宅が密集しており、地震などの災害対策を目的として新たな街づくりが計画されている。路線バスは、駅前や近隣に発着しておらず、両隣の武蔵小山駅、 専属駅を利用することになる。小山八幡神社のある小高い山の西側に位置していることに由来すると言われている。ありがとうございます。